足利義輝。散り際に読んだ歌が泣ける。室町幕府史上一番かっこよかった将軍。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは足利義輝について紹介していこうと思います。室町幕府の将軍って正直高氏と義満以外パッとしないような気がしませんか？義則はくじ引きだし、義政はあんなんだし、最後の義明も微妙でしたよね。しかし義明の兄にあたる13代将軍義輝は一味違いました。剣豪レベルにまで自分の技を磨き、失った幕府の権威を取り戻そうとしたんです。しかし時代は彼に味方しませんでした。悲劇の将軍足利義輝の一生をご紹介したいと思います。時勢の句で泣いてください。地に落ちた将軍家。応仁の乱以降、室町幕府と将軍の権威は地に落ち、慣例幕府のナンバー2を担う役職など有力大名が実権を握っているような状態でした。将軍はそうした勢力に対抗しては都を追われるというパターンが多かったんですよ。義輝の父である12代将軍義晴もそうでした。慣例細川政元の力に勝てず、近江滋賀県に逃げては頃合いを見計らって戻るの繰り返しだったんです。実は祖父の11代義澄もまた近江に追われてそこで亡くなっています。そんな中、天文5年1536年に生まれた義輝は父に従ってこうした逃亡劇を何度も経験してきました。幕府の威厳など何もない状況で、幼いながらも屈辱感は味わっていたはずです。そのため元服したのも京都ではなく近江でした。そして義輝は11歳で元服し13代将軍に就任します。少し早いですが、父は大御所として健在でした。この頃の義輝の名前は義藤ですが、便宜上義輝で統一しますね。元服からしばらくして細川晴元との和睦が成立すると、ようやく義輝は父と共に京都へ戻ることができました。しかし今度は新たな敵が出現したんです。因縁の相手、三好長慶の台頭。細川晴元の家臣に三好長慶という人物がいました。これがなかなかの食わせ者。晴元との間に少し不和が生じたのをきっかけに、細川同族の細川氏綱を担いで晴元を攻めたんです。この時義輝と義晴は和睦成立していた晴元と行動を共にしていたため、またも近江へ逃げなくてはなりませんでした。どこまで不運。その上、父義晴は無念のまま近江で亡くなってしまったんです。義輝15歳、父の無念を心に深く刻んだことでしょうね。しかし勢い盛んな三好長慶に少年将軍が対抗できるわけもありません。部下を三好暗殺に派遣しますが、それもうまくいきませんでした。ここで義輝は苦渋の選択をします。三好長慶との和睦でした。しかも条件が細川氏綱を慣例にすること。つまり氏綱を担いだ三好が政権を運営するのを認めたも同然だったんですね。その上に担がれる形となった義輝は、まさに三好の傀儡とならざるを得なかったんです。三好長慶の壁が厚すぎ。しかし義輝は傀儡に甘んじるという気持ちにはならなかったようです。慣例を解任された細川晴元と結ぶと、再び三好長慶に戦いを挑みました。ただまたもあっさりと敗戦し、再び近江へ逃れることとなってしまったんです。一体何度近江に逃れたんでしょう。よく言えば粘り強く、悪く言えば学ばないっていうかしぶといですね。以後5年間を近江で過ごした義輝ですが、
やはり三好長慶を倒すことはできませんでした。そして永禄元年1558年、幕府で細川氏と並び重鎮だった六角義方が間に入る形で、義輝は再び三好長慶と和睦を結び京都へ戻ることになりました。今回は三好側も表立って対立したくはなかったらしく、長慶の息子は義輝の字をもらって義長と名乗っています。一応表面上は対立もなく時間が過ぎていきました。とはいえ水面下で義輝は将軍の権威回復を図っていたんです。我こそが将軍、権威回復への努力。義輝は表面上は長慶の言うことを聞きながらも、将軍の権威回復のために少しずつ動き出しました。まずは将軍として各地の戦国武将たちの調停役を買って出たんです。武田信玄と上杉謙信の間に入ったり、九州の島津氏と大友氏をなだめたり、徳川家康、当時は松平と今川氏真の間を取り持ったりと、おせっかいなほどにいろんな戦の調停をしています。また武将たちも権威を失っているとはいえ、室町幕府将軍の意向には従わざるを得ませんでしたから、一応は義輝の目論みは成功したと言えるかもしれません。また義輝は各地の武将たちにかなり積極的に自らの名前の一字を与えています。これが変気といい、主従関係の証です。三好長慶の息子義長や九州の雄島津義久、出羽の最上義明などは義をもらっていますね。それだけではなく輝も多いんですよ。毛利輝元とか伊達輝宗、政宗のパパとか、上杉謙信も謙信を名乗るまでは輝虎と名乗っています。細川忠興の父藤高は義輝の旧名義藤の藤をもらっていますし、もう全国各地に彼の名前がばらまかれた感じです。しかしそれだけ将軍としての権威を誇示したかったんでしょうね。三好長慶の死、そして新たな敵松永久秀登場。さて義輝にとっては因縁の相手三好長慶ですが、弟や息子を相次いで失うと気力をなくしてやがて病没してしまいます。ついに自分の時代がと義輝は思ったことでしょうね。これで大手を振って政治ができると思いきや、またも新たな敵が登場します。三好家の家裁だった松永久秀です。最後に爆死したという逸話が有名な戦国一のダークヒーローですよ。これは手強い。というわけで、せっかく三好長慶が死んだのに、松永久秀と三好家重臣3人、三好三人衆が義輝の前に立ちふさがりました。彼らとしては、将軍はこのままお飾り状態でいてもらわなくては、自分たちが好き勝手できませんからね。それでも待望を抱く青年将軍義輝は、彼らにとっては脅威であり邪魔な存在だったんです。そして彼らはとんでもない行動に出たのでした。言うこと聞かないならやっちまえ。これが永禄の変の勃発でした。義輝、剣豪伝説を見せつける。しかし永禄8年1565年、三好三人衆と松永久秀の息子久通が義輝の屋敷を突如包囲します。名目上は義輝に訴訟があるということでしたが、その数は2000とも1万とも言われており、どう見てもただの訴訟でないことは明らかでした。そして義輝側の返答を待つことなく、彼らは攻め入ったのです。対する義輝のそばにはわずか数十名の側近がいたのみ。もはやどうにもならないと義輝は腹を決め、側近たちと別れの杯を交わすと、自ら薙刀を持ち打って出たのです。義輝は剣聖と称された剣豪塚原卜伝に指示し、奥義を伝授されていたとも伝わっています。その剣豪ぶりを最後の時に彼は見せつけたのでした。将軍家に伝わる名刀の数々を畳に刺しておき、使
っていた刀がボロボロになると次の刀を引き抜いて敵を切りまくり、そしてまた次の刀を抜くというふうにして敵を切り続けたんだそうです。その強さには三好松永側の兵たちも防戦一方となり、ついには四方から畳を持って押しかかり、義輝の動きを止めとどめを刺したのでした。義輝、享年30、まだまだやりたいことがあったはずの無念の最後でした。義輝の自制の句にグッとくる。義輝が側近たちと別れの杯を交わした際に読んだと言われる句が彼の自制の句だと言われています。さみだれは露か涙かホトトギス、我が名をあげよ雲の上まで。このさみだれは雨なのか涙なのか、ホトトギスよ、私の名前を雲の上にまで伝えてくれ。覚悟を決めた彼の思いが伝わり爽快さもありますが、やはり無念がにじみ出ていますよね。何度読んでも何とも言えない思いにさせられる句です。多くの武将たちが自制の句を読みましたが、義輝ほど覚えやすく胸にすっと入ってくる句はないんじゃないかと思いますよ。人は生まれる時代を選べないとはいえ、義輝は生まれてきたタイミングが悪すぎました。室町幕府初期に生まれていたら名君と呼ばれたのではないかと個人的には思っています。本当に無念だったでしょうね。まとめ。1、幼い頃から逃げ回る生活をしなくてはならなかった。2、三好長慶は因縁の相手だった。3、しかし長慶と和睦を結んで表面上は平穏を保った。4、将軍の権威回復のためにいろいろと策を講じた。5、長慶が死んでも松永久秀の台頭によって主導権を得られなかった。6、永禄の変により暗殺されたが最後まで敵を切りまくって抵抗した。7、自制の句が泣ける。剣豪伝説は伝説に過ぎないとも言われていますが、彼が誇り高き将軍だったことは間違いないと思います。将軍家に生まれていなかったら戦場で大活躍していたかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。